皆さんこんにちは。京都府警察音楽隊ガラガド隊です。これから平安ふれあいコンサートを開催いたします。ジメジメとした蒸し暑いお天気が続いておりますが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。気持ちだけでも爽やかにお届けしてまいりたいと思います。どうぞ最後までお楽しみください。指揮者を紹介いたします。京都府警察音楽隊学長野々口茂です。最初にお届けする曲は1914年にイギリスのマーチ王と呼ばれた作曲家ケネス・ジョセフ・アルフォードの代表作ボギー大佐です。学校の運動会の入場行進で演奏されたり、替え歌として CM ソングで使用されており、誰もが聞いたことのある有名な行進曲です。女性警察官で編成されたカラーガード隊の迫力あるロングポール演技をお楽しみください。
届けいたしました。カラーの舞台はまた後ほど演技をしますので、お楽しみになさってください。次にお届けする曲は銀座の恋の物語です。この曲は1961年に発売された石原裕次郎さんと牧村順子さんのデュエット曲です。昭和歌謡を代表する曲で300万枚を超えるヒットとなりました。今でもカラオケの定番として歌われています。銀座の恋の物語、お楽しみください。恋の物語を届けいたしました。
次は下京警察署生活安全課からのお知らせです。皆さんこんにちは、下京警察署です。本日は音楽隊の演奏演技をお楽しみしておられた方もいっぱいあると思います。それを楽しみながらですね、交通安全と防犯に関するキャッチフレーズを一つ覚えて帰っていただきたいと思います。そのキャッチフレーズはヘル&ロックです。ヘル&ロック、自転車に乗るときはヘルメットを忘れないでくださいねというヘルメットです。そしてロックというのは自転車を止めるときにはロック、これも忘れないでくださいねというのをキャッチフレーズです。今年の4月1日から皆さんもご存知の通り、すべての自転車利用者のヘルメットの着用が努力義務化されました。自転車乗車中に交通事故で亡くなった方、その6割が頭、頭部に致命傷を負われています。またヘルメットを着用せずに亡くなられた方は、着用してはった方の約 2.1 倍と高くなっています。ですので対策として、スポーツの時だけでなくて日常生活で自転車に乗る時もヘルメットを着用してください。そしてヘルメットを使う時にはちゃんと顎紐を締めて正しく着用をお願いします。このようにして交通事故から頭部、頭を守ってください。次はロック、ロックのお話です。盗難被害の6割以上が自転車に鍵をかけずに盗まれるという被害です。また被害者の半数以上が学生さんであったり、被害場所の半数以上が自宅であったり学校での駐輪場での被害があります。その対策として、今ここに前にもロックを掲げてますが、短い時間、短時間の駐輪でも身近な場所でも必ず鍵をかける習慣をつけてください。そして2ロック、鍵を2つするすればより安心です。またヘルメットちゃんと着用して、ヘルメットも置きっぱなしにせずですね、このようなワイヤーロックで盗まれないように対策をよろしくお願いします。このようにして盗難被害からロック、盗難被害から自転車を守ってください。今日このヘル&ロックについては上の方にチラシも置いておりますし、京都府警察のウェブサイトであったり京都府警察の公式 YouTube でも動画配信もしていますので、こちらの方もぜひご覧になってください。それでは引き続き演奏演技をお楽しみください。ありがとうございました。下京警察署からのお知らせでした。では演奏に戻りましょう。次にお届けする曲はぼよよん行進曲です。この曲は NHK 教育テレビのお母さんと一緒で2006年4月の今月の歌として発表されました。この曲を手掛けたのはシンガーソングライターの中西圭三さん、当時の歌のお兄さんお姉さんである今井雄三さんと相田翔子さんが歌いました。2020年に歴代歌のお兄さんお姉さんらが歌った動画大集合ぼよよん行進曲が勇気や元気をもらえると話題になりました。ぼよよん行進曲、お楽しみください。Thank you.
ぽよよん行進曲をお届けいたしました。次にお届けする曲はスタンドバイミーです。この曲はアメリカのバンドドリフターズの元メンバーベン・イー・キングのヒット曲で、1986年に公開された青春映画スタンドバイミーに起用されリバイバルヒットしました。ジョン・レノンなど多くのアーティストにカバーされ、世界的なスタンダードナンバーとなりました。スタンドバイミー、お楽しみください。しました。次は下京警察署交通課からのお知らせです。皆さんこんにちは。下京警察署から先ほどのヘル&ロックに続きまして、もう一つお知らせです。来月の7月21日から30日までの10日間、涼やかにお先にどうぞ今日の夏を合言葉に、令和5年夏の交通事故防止踏み運動が実施されます。運動の重点は子どもや高齢者をはじめとする歩行者の安全の確保、2つ目は横断歩道における歩行者優先と安全運転意識の向上、3つ目は
自転車のヘルメット着用と交通ルール遵守の徹底、そして最後に飲酒運転の根絶です。皆さんはハンナリ運転というのを聞いたことがありますか？ハンナリというのは上品な様、また落ち着いた様を表す京言葉。横断歩道において歩行者を優先するとすることはもちろんのこと、落ち着いて歩行者を保護するという他の運転者の模範となる運転をハンナリ運転と言っています。焦らず思いやりと譲り合いの心で安全運転に努めてくださいね。7月は日本三大祭りの一つである祇園祭りもあります。ますます人の流れも多くなって交通事故が増えることも予想されます。楽しい夏を過ごしていただくためにも交通事故防止、そして犯罪防止を心がけていただきますようよろしくお願いいたします。以上で下行警察署からのお知らせは終わりです。引き続き音楽隊の演奏演技をお楽しみください。下行警察署からのお知らせでした。では演奏に戻りたいと思います。次にお届けする曲はシンガーソングライターの菅さんが歌った愛は勝つです。テレビ番組の挿入歌に起用されて大ヒットし、その後松崎しげるさんや女優の杏さんなど多くのアーティストにカバーされています。親しみやすいメロディーと信じれば必ず最後に愛は勝つというストレートな歌詞が印象的な曲です。愛は勝つ、お楽しみください。
愛は勝つをお届けいたしました。次が最後の曲となります。最後にお届けする曲は人気ユニット夜遊びが歌った群青です。聴く人の心を奮い立たせる応援ソングとして CM やテレビ番組の高校生ダンス部応援企画のテーマ曲、選抜高等学校野球大会の入場行進曲にも選ばれました。カラーガード隊のショートフラッグ演技とともにお楽しみください。7時、夜の7時から行う予定をしております。来月もぜひお越しください。ありがとうございました。ありがとうございます。それではアンコールにお応えしまして、あと1曲お届けしたいと思います。
銀河鉄道39でした。ありがとうございました。来月もぜひお越しください。ありがとうございました。